お尻が大きいことはいいことだよ。はい、どうもギョアチンです。ですね、今急遽実況を開始したんですが、なぜこういう状況になったのか30秒前をご覧ください。はい、といった感じで割り込んできたんですよね。一応録画してたんですけど、急遽実況しようと思いました。いや、マジかよレアハンター、ここは私のテリトリーだ。城之内くん、私はグールズの使者、究極のデッキを持つレアハンター、貴様のカードをいただく。いやー、エクゾディアデッキやろうか。ちょっと待って、これ早く決めたいと思います。サイコショッカーいたね。うん、モンスターカードばっかか。ちょっと待って、ビッグシールドガードナーターンエンド。ちょっと待って、タムケ、お、キラートマト、お、いいね。攻撃してこないとはなかなかいいですね。じゃあここはもう一気に攻めたいと思います。人造人間サイコショッカー、僕のデッキはね、このカード頼みみたいなところがあるので、よしよし、基本的にこう城之内くんのデッキにどんどん近づいてきたね。オッケー、攻撃、よしよし。まあね、おー、そうだ、キラートマトの効果出せるんだよな。これによって足とか手をどん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 こうね、デッキからもぎ取っていくっていうスタイルか。ちょっと待って待って、あー、マジック邪魔。ここはデュナミス、デュナミスで、待って、まずサイコショッカーで、しゃあない、黒き森のウィッチ、これ揃えるのが先が先か、僕がこうライフポイントを削るのが先。うわあ、くっせえ足を。よし、夏場水虫に気をつけろ。うん、ふっせ、くっ、神経魚でスタイル。うわあ、カメとかさ、なかなかいい、いいですね。うん、いいスタイルですね。待って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 、ここで負けるわけにはいかないね。ちょっと魔法カード1枚も来ないってどういうこと。お、キャノンソルジャーね、なかなかいいカードを持ってるね。よし、ドロ、デーモンの召喚、なぜだ、魔法カードが事故ってるね。とりあえずはデュナミス、リビングデッド、惜しいな。そうなんだよね、これ。でも、サイコショッカー召喚したらリビングデッド無効になるんだったっけな。残るんだったっけ、ちょっと待って。その辺の記憶が曖昧になってきてる。もう10年以上前ですからね、僕が現役でやってたのは。ちょっと待って待って。おー、トマトさんか。あくまでそういうスタイルなわけね。じゃあ、人造人間サイコショッカーを召喚。あー、でもやっぱり残るんだね。なるほど。ということは、あれを破壊しても地割れで破壊しといたら、まあリサーチされないということですね。ちょっと待って、怖いわ。そろそろ揃いそうなウィッチでしょ。わ、これ分かってんだよな、分かってるけど。なあ、どうしい。ちょっと待って待って、そろそろ揃うんじゃない。ちょっと待って、これは熱い戦いになってきたね。まずこれ伏せて、キャノンソルジャーで、はい、この辺、ちょっと待って、リビングデッド残ってるね。そうだね、サイコ召喚で無効化されてたから残っちゃうんだよな。思い出してきたぞ。頼む、デスティニードローしないで。オッケー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 、いいですよ、光の護符剣。こういう時のためにサイクロン入れといてよかった。ドロー、シーザリオン、とりあえずサイクロンで光の護符剣を破壊します。これね、シーザリオン出して
攻撃して2体とも効果でも100残るな。いやこれは行こう、シーザリオンで。どうせならどうせ100残るから、これでシーザリオンは破壊できるでしょ。よし、1枚引けると怖い。あー危ない。これはヒヤヒヤすんだよな、戦い方が。よしよし、待ってやろう。オッケー、スケルポートか。そうか、4つ奥だからマスが足りないのか。なるほど、スケープゴートで決められてたな。よし、念には念をでデーモンの召喚を召喚しましょう。で2500は打ち破られないでしょう。そしてバトルフェーズに入ります。デーモンの召喚攻撃、マコーライ。おお、ダイヤム玉。そうかそうか、デッキから5枚をこう順番変えられるのか。ただそれも無駄な努力よ。オッケー、ここでキャノンスルジャの効果、デーモンの召喚を発射して終わり。よし、危なかった。ヒヤヒヤするねこの戦い方。くっ、私が負けた。私の最強デッキか。ヒヒー、オイルシオン、マリック様。お、なるほど、マリックがいるってことね。お、封印されしエクゾリア。レアハンターからエクゾリアをしてやった感が半端ないね。ありがとうございます。メデューサの亡霊、ちょっと出っ歯。お、ダイヤモンドドラゴン、このカードを36枚集めて南雲浩二にドーン。激流走とか、ちょっと待って待って、人造人間最高召喚入れてるとはいえ、いいね、これは入れましょう。うん、そしてバスターブレイダー、さすがレアハンター、レアカードいっぱい持ってるね。はい、というわけでなんとか勝つことができました。もう怖い、本当に心臓に悪いですね。でもよかった。はい、というわけで本日のパック開封をご覧ください。勝ちました。これトラップセレクションがね、解放されておりますが、あんまりトラップいらないので、やはりこれですね、禁止パックマジックルーラーを引いていきたいと思います。お、ナリキンゴブリン、これ結構いいんだよな。デッキ圧縮にもなるとナリキンになりたい。ペンギンナイトね、結構面白い効果なんだけども、いりません。そしてこのカードですよ、いたずら好きな双子悪魔、これもね一つの狙いカードだったので嬉しいね。まさか一発目で引けるとは、まあ、強いことは間違いないんだけど、ちょっと考えます。はい、通行税ね、面白い効果なんだけど、まあ、今はいらないかな。お、苦渋の選択、これも今禁止ですよね。ほんと禁止パックだなこれ。デッキからカードを5枚選んでそれを墓地に捨てると、当時は本当に何がいいのかわからなかったんだけど、墓地肥やしとしてね今はめちゃくちゃ使えるんだよね。考えます。じゃあマジックルーラー引きましょうか。入った。お、ナリキンゴブリンと苦渋の選択は被ってるけど、マファーバイロ、デュエルモンスターと5では入れてましたね。となるとデーモンの斧とかが欲しくなってくるんですけど、まあ、今回は前回のデッキとの差別化を図るためにも入れないかな。ファイアークラーケン、水属なのに炎属性という矛盾。はい、では引きましょう。マジックルーラー禁止来い。おお、応酬、これはね相手の手札を捨てるってこともそうなんですけど、見れるっていうのもね結構なメリットなんですよね。絵柄がいいね。借金はしないようにしよう。正規の歌声、歌声で守備力がアップするロジックを教えてください。クイーンバード、なんか逆さえっぽい。移り気なし立てやいけない関係。はい、では週刊デュエリストを引いていきましょう。配管したんじゃなかったのか。ソードドラゴン、言葉に困るわ。ウィルミー、かなり凶暴なウサギ、鋭い鍵爪で相手を血祭りにあげる。なんかこういうキャラクターいなかった？謎のくぐつし、こんだけ出たら謎じゃないわ。レインボーマーメイド、胸がいいと思いきやくびれがいい。お、金色の魔像。お、これただのマンモスの墓場じゃん。まあ配管ですね。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。まさかのねレアハンター出現ということで、まあ城之内くんかわいそうですね。はい、というわけでまあいいカードも結構引けたので次回につなげていきたいなと思います。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価を押していただけると幸いです。それでは失礼いたします。バイバイ。